い、マイルマッスルです。8月の15日、今日3本目で、ということで今日今からね、玉の絵紹介していきます。普段僕が使ってるね。よし、まずどれからいこうかな。これでしょうか。よし、まず1本目いくよ。はい、じゃん。これね、プロマリンさんの、ランガンアームホルダー、ちょっと隠れてるけどね、ランガンアームホルダーの600、6メーターバージョンね。これね、一番長いこと使ってるね。結構長いこと使ってるし、傷だらけやね。これね、ランガンアームホルダーやんけど、ホルダーほんまはね、もともとついたんねん。もともとついてんねんけど、もともとついてるやつね、正直むちゃくちゃ弱い。むっちゃ弱いよ。ちょっと、なんか、まあ、すぐ劣化すんのかな。ちょっと引っ掛けたりとか、まあまあ腰刺してね。腰刺してどっかちょっと当たったりとかしとったりしたら、すぐ根元から折れてまう。もともとのやつ。んで、すぐ、別の買ってね、これも安いやつ、安いホルダーやねんけど、これまあ昔からつけてる、もうポロポロ、もうマジックテープでね、固定するやつで、安いやつよ。こんなの十分。全然折れへんし、めっちゃ強い。何回も引っかかってるけど、全然強い。元のやつがね、やっぱちょっと弱いね。すぐ赤になった。何？すぐ赤、もう何？ 3 回ぐらいで、3回。くらいでもすぐ折れてしまった。まあ、使い方悪いかな。でもいやいや、でも弱いと思う、正直ね。別のやつつけた方がいい。まあまあいらんかな。まあまあでもいるんやったらもう絶対ね、安いやつでもいいからつけた方がいいね。まあ600。ただね、ホルダー以外、ホルダーの部分以外はものすごい丈夫というか、相当もう使用傷もいっぱいあんねんけど、このね、いっぱいあるけど、相当使い込んでるけど、まあまあ変な使い方しないで、と高場ですくってそのまま上上げたりとか、そんな負荷のかかることはしてないけど、まあまあ結構ガシガシ当たったり落としたりとか、吸ったりとかしてるけど、全然使えてる。今でも、今はね、まあ、ちょっと後で紹介する別のやつ使ってるから使ってないんだけど、ずっとこれ使ってた、プロマリンランガンアームホルダーね、600。なんで 600？ まあ、600あったら大概どこでもいけるね。でも逆に言ったら600は欲しい。特別なポイント、まあまあ新ハトとかね、まあまあ 7m あった方がいいようなところ、まあ潮がね引いたりして高鳴りすぎたりとかしたら 7m いるような場所以外は全然、まあまあこの関西近辺 6m あったらどこでも行けるんちゃうかな。まあ、7m ないと厳しいところもあるよ、あるけども、まあまあおおよその場所 6m あったら全然行けるね。だから 6m で、まあいろいろ見るけど、このプロマリンさん、これコスパむちゃくちゃいい。まあなんか迷ったら絶対にこれランガンアームホルダーと、後でもう一本紹介するけど、どっちでもいいけど、プロマリンさんのこの玉の絵はめっちゃコスパ最強、全然使える。シャキッとしてるしね、伸ばしても結構シャキッとしてる。これ使いやすい 6m。 そのね、高いやつと何が違うんやって言ったら、多分重さぐらいやと思うわ。例えばカーボン含有率がね、90%と 99% とかね、そんな違いやと思う。ちょっとまあまあね、高いやつと比べてちょっと重いかもわからんけど、まあまあ6m あったらそんなね、何グラムの差、まあ何グラムの差が大きいねんけども、全然十分やと思う。プロマリンさん、ランガンアームホルダー、これ600ね、全然使えると思う。もう結構シャキッとしてる。まあ結局何がええの、もう安くてあかんやつはグニャングニャンやから、これやっぱり高いところからストーンと伸ばしていって、玉を最後すくいたい時にふにゃふにゃされたら、
すくいにくいし、それでバラしたら、まあ僕はね、さっき、まあ、別の動画で言ってるけど、タモワーク入れるのもゲームは別にバラしてもいい感じなんやけど、やっぱりね、どうしてもその重要なね、一枚をね、釣り上げたい時にグニャグニャされたら、やっぱり、そこで手間取りたくないし、まあ、ある程度のシャキッと感も欲しいから、まあまあそこそこのね、いいやつ使いたいところやねんけども、この、プロマリンさんのランガンアームホルダー、これはもう安いし、シャキッとしとる、むちゃくちゃ。いろいろ調べてみてもいいけど、このプロマリンさんに行き着くんちゃうかな。安くてある程度シャキッと刺す玉の絵使おうと思ったらね、ランガンアームホルダーね、これ600、これもずっと使ってた、ずっと使ってた。例えば他の全くな、どういうたんかな、もうこの値段帯で欲しいなと思うやつはもう他にないよ。絶対これに行き着くと思う。これと、よいしょ、続けて次行くか。これとさっきの、ランガーアームホルダーと、これもそう、これもプロマリンさん、はい、じゃん、ワンガンスティック、これも有名ね、プロマリンさんのワンガンスティックね。これはサイズはね、これあえて400使ってる、400。これなんで400わざわざ買ったんやちゅうたら、まあまあ600あったらどこでもいけねんけど、全然あれやで、低いところでも600でもすくえねんで、すくえねんけど、地肌とかちょっと足場低いところで、持ち歩くのちょっとね、極力軽い方がいいかなちゅうことで、あえて400あったらまあいけるところもあるんでね、400あったらいけるところもあるから、あえてこの400をね、プロマリンさんのワンガンスティックにしました。ランガンアームでもよかったんけど、ランガンアームもあるしと思ってワンガンスティック、これもシャキッとしとる、これも一緒やねん、あれとこれもむちゃくちゃシャキッとしとるよ。なんていうのかな、そんなこのジョイント部で固着とかもそんなせえへんし、ちゃんとあれ、洗ったりしてよ、その上でやで、固着とかもせえへんし、伸びるときもシャキッと伸びるし、すくいやすい、むちゃくちゃ。だからタモの絵でね、ある程度コスパ良くて探そうと思ったらプロマリンさんに行き着くと思う。さっきのランガンアームでもいいし、このワンガンスティックでもいいと思う。ワンガンスティックね、これもいい、これいいよ。デザインはね、よく似てる、ほらデザインはね、ほらよく似てるね。まあ言うたらロゴが違うだけちゃうみたいな感じやねんけど、いいよ、ワンガンスティックね。これ400あったらいけるような場所もあるんで400にした。これはね、これ持って何、ある程度の高場はよういかんねん、絶対届かんから。400は届かんよ。400だと結構厳しい、潮引いたり、400でいけてても潮引いたりいきなり届かんくなるから、400は高場厳しいよ。絶対600あった方がいい。だから地波塔とかのね、ちょっと足場低いようなところやったらもう400、これちょっと軽いからね、やっぱり600と比べたら全然違うよ、400軽いよ、後ろのデザインも先と一緒やねん、ね、これはワンガンスティック400ね。これプロマリンさん、これ2本ともプロマリンさんね、ランガンアーム600とワンガンスティック400、これプロマリンさんね。ほんで最後の3本目のもう1本、3本目ね、これはね、ちょっとええやつ、ちょっとええやつやね。いこうか、せーの、ザン、プロ大広報さん、ザ・アスリートね。これはええね、これはどう、これも600、やっぱりね、600は必要になってくるね、どうしても。どうしても行くところはやっぱり600必要やから、600ね、ザ・アスリート、これはいい。同じ600でもめちゃ軽い、びっくりする、全然違うもん、さっきのね、これとこちらアスリート、全然重さちゃうよ、ほんまにむちゃ軽い、めちゃ軽い、これはもう全部シャキッとしてる、ほんまに。ちょっと細いしね、
600円のに。これはいいね、黒大工房さん、やっぱりアスリートねえ、かっこいいよ。ちょっとね、ちょっとやっぱりね、傷いくこんなんね、傷いかんと使うと思う方が難しいわ。あの、絶対傷いく、こんなとこ当たるしね、腰刺してるし、横狭いとこポンと当たったら絶対傷いく。まあまあ気にしてあかんね、傷はもうつくもんやと思って使わんと。まあ、あえて掘り投げたりしたらあかんで、掘り投げたりしたらあかんけど、まあもう普通に使ってる分には、もう最近ね、リールの時にも紹介しましたけど、使用傷は僕全く気にせえへんのでね、まあしゃあない、大事に使ってる上でつくね、傷はもう全然気にせえへんので、まあまあええんですけど、これね、今一番使ってる、まあまあこれね、軽いし、まあまあ細いし、結局ね、まあまあ地ハトとかちょっと足場低いところ行く時もこれも使ってしまうね。全然これ持って行ってしまう。やっぱり軽いし細いしね、使いやすい。ほんでまあまあこれあるからどうやっちゅうことないねんけど、ジョイントね、タモジョイント、これね、もちろんこのアスリートにもつけてんねんけど、まあまあ400の方にもねつけてんねん。これ同じやつね、同じやつつけてんねんけど、これもいろんな種類のいろんなメーカーさんあるねんけど、これは翔英さんのフレックスアームやったかな、フレックスアームやったかな、ロックタイプね、ここにロックついてんねんけど、これを押して押して曲げるタイプね。ちょっと待って、これを押して曲げるタイプね。カチッとロックかかるから。で、戻す時もさっきのこのロックを押して上げてくる。こちらの感じ。フレックスアーム、翔英さんね。翔英さんのフレックスアームロックバージョン、ロックできるロックバージョンね。これはあった方が結局腰刺した時にこっから先に多分枠つくから、普段かけるまではもう折りたたんで玉枠こっち側に出てる感じ、ね、だからまあこの長さで収まってる感じでね、この長さで収まってる感じで、まあかかった時にロックを起こして準備しといて、で魚浮かして、で伸ばしてっていう感じで使ってるかな。これね、翔英さんのやつのフレックスアーム、これゴールドカラーね、これゴールドカラーで全く同じやつで、翔英さんのやつでフレックスアームの、これがチタンカラー、分かりにくいかな、なんかグレーっぽい、チタンカラー、これがねちょっと青っぽい、これがチタンカラー、こっちがゴールド、これね、ゴールドカラーとチタンカラーね、両方とも一緒のやつ。やっぱりいろんなタイプあんねんけど、やっぱりまあまあそこまでごつくないし、材質もいいし、で翔英さんのやつね、使わせてもらってんねんけど、やっぱり信頼があるね、僕は。やっぱ使いやすい、慣れたらね、ロックねないバージョンの方がいいっていう人もおるよ。わざわざロックするのめんどくさいとかね、いう人もいてはるけど、僕はもうこのロックタイプも慣れてしもたね。ロックタイプ、翔英さんのフレックスアームロックバージョン、これをつけてます。両方ね、まあまあ全部につける、結局使うやつにつけてる。まあまあ面倒くさいから、わざわざ付け替えのも面倒くさいから、玉枠も3つあるからね、その時々にこう付け替えの面倒くさいから、もうとりあえず2つね持ってるけど、まあまあその時に合わせて玉の絵と玉枠選んで、で持っていってる。まあ大概このね、アスリートの600持って出かけてることの方が多いけど、やっぱりね、ええもんはやっぱりええね。軽いし、シャキッとしてるし、使いやすい、これね、玉の絵。よっしゃ。この3つね、よいしょ。この3つ、これを使ってます。400と600、まあまあ絶対に600あった方がいい。600何回も言うけど、
600持ってたら大概どこでも行けるから、400やったらちょっと厳しいよ。ちょっと沖のね、起きていた時に場所によったらね、4メーターで間違いなく届かへんところあるから、そういったところでね、落としてんのに届かんからと思ってね、その場所ポイント釣られへんっていうのが出てきたら嫌やし、絶対に600あった方がいい。まあまあ400で行けるとこしか行けへんよっていうんやったら、もう全然400とかね、で十分になってくると思うねんけど、まあまあある程度どこでも行きたい、沖も行きたいとかね、いうようなことがあるんやったら、もし買うんやったら、今まだね、玉ねちょっと迷ってますっていうんやったら、絶対に600は必要。もう間違いなくどこでも行きたいねんっていうんやったら700ね、絶対700あったらどこでも行けると思う。絶対にどこでも行きたいっていうんであればね、700は必要になってくるかなと思うけど、まあまあ600あったら大概どこでも行けますんで、これからね、釣りしてね、玉の絵ちょっとどんな選んだらええかなとかね、言うんであれば、まあ600タイプで、まあまあそんなに高くなくて、ある程度ええやつなんかないんですかって言うんであればね、プロマリンさん、これおすすめする、プロマリンさんのランガンアームホルダーか、さっきのね、ワンガンスティックね、このプロマリンさんの選んでたら絶対間違いない、安い、コスパ最強やから、なかなかね、このアスリートとかなってきたらちょっと値張ってきよるんで、なかなかね、これから始めようかなとか思ってね、いや続けるか釣り続けるかわからんしとかね、言うんであればまあまあ買う必要ないと思うよ、全然。プロマリンさんの、さっき何回も言うよこれ、むちゃくちゃいいから、プロマリンさんのランガンアーム、これ600持ってたらどこでも行ける、どこの沖でも行ける、まあまあ700のところは無理やで、まあでも700いるとこってどこ、南港とかの新波島になってくるのかな、あとどっか、まあ神戸とかでもあんのかな、あんまり行かんから分からんけど、僕行くところはもうほんまに大阪の北港の夢島ばっかりで、たまにね舞島あたりうろちょろすることもあるんですけど、そこではまあ僕行くところではね、もう600あったらもう間違いなく、どこのポイントでも釣れるんでね、600までしか持ってないですけど、いやいやもうそんなこと考えんと、まあまあいろんなとこもどこでも行きたいって言ったら700必要になってくるかな。ただ700になると結構重たいよ、結構重たいと思う、長いし、まあまあそういうのは全然気にしません、どこでも行きたいんですって言ったら700ね、大体ある程度のところ行きたいと、問題なく釣りしたいと、安くあげたいと言うんであれば、600、プロマリンさんの600選んでたら問題ないと思う。いやもう低いところしか行かへんよって言うんであればもう400、400選んでたら問題ないとね、大体こんな感じで、まあまあタモの絵もね、いろいろ種類あるし、選び出してきりないんやけど、まあまあ行き着くとここの辺りになってくると思う、大体プロマリンさんに来るん違うかな、安いしね、コスパいいし、大体この辺に落ち着いてくるかなと思うんで、それでね、まあどん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 ハマりましたと、いやいやもう物へのちょっとこだわっていきたいですとかね、ってなってきたらまたどん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 性能いいやつとかね、なんぼでもあるんで、そういったところに行ったらいいと思うけど、入り口としてはね、やっぱり道具なんで安くあげたいし、あんまりねお金もかけてられへんっていうこともあるんでね、極力安くていいやつっていうのをねやっぱ探したいんで、行き着くところは大体ね同じようにプロマニさんになってくると思うんで、まあまあ一回やってみてね、これから買おうとする人は、まあまあ600買ってください、間違いなくある程度のところは行きますんでね、でまあまあ性能もある程度いいよ、シャキッとしてるからね、これ買ってたら間違いないと思います。今ね、玉の絵3つ紹介しましたけど、まあまあとりあえずね、僕が普段使ってる玉の絵中のね、紹介させてもらって、ま
まあまあ600持ってたら問題ないよっていうのと、まあまあ400、まあね、地場とかでね、低いところしか釣れへんやったら、まあ400でいいですよと。で、やっていくうちにね、こだわりが出てきて、いいのないんですかってなった時はね、もういろんな種類あるし、まあ僕が使ってるのはね、このアスリートっていうやつ使ってるんで、これはもう軽い、もちろんシャキッとしてるしっていうところになってくるかな。だからまあまあ、とりあえず、初めの球をね、どれしようかなって迷った時は、プロマリン、先ほど言ったようにプロマリンさんをね、使ってみたら問題ないんちゃうかなということで、紹介させてもらいました。次ね、道具シリーズでね結構来たんで、まあまあ普段使ってるものになってきたら何なんのかな、ベストとか、まあまあ針とかガン玉とか、ハリスとかそんなことになってくるのかな。まあまあ、それまでにねまた釣り行ってね、まあまた動画撮れたらまたそれも上げさせてもらおうかなと思うんで、また次回の動画またよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあね。